こんにちは、つくば店店長のハモチです。今日はつくば店の中でもひときわ目立つ個性派衣装デコノアドゥというブランド衣装のご紹介をしたいと思います。それがじゃじゃん、こちらにあるこのリボンとか猫ちゃんの柄とかの着物です。こんな柄皆さん見たことありますか？デコノアドゥという伊手物を扱うブランドのお着物になります。その中でも私が一番お気に入りの着物がじゃじゃーん、これです。可愛くないですか皆さん。裾からちょっとレースが出てたり、見えるかな、襟のところもねレースがついてたりします。これにこの見えるかな、黒いけど水玉の帯を締めたりするとすっごい可愛いんです。ちょっとねこう私が持ってるだけじゃイメージがちょっとつきづらいと思うので、実際に着るとこんな感じになってますね。ヘア小物とかブーツを足元に履いたりするのも個性的で他ではなかなかなくて可愛いですよね。話題のブランド着物だと個性的な写真が撮れてすごく周りと差がつくと思います。実はこの衣装、先日行われた茨城キッズステージというファッションショーの中でのステージ衣装にも使われました。どうですか、アレンジがかなり効く着物なので、こんな風にミニ丈に着たり帯のリボンを前にしたり小物とかアレンジによってドレスみたいに着れたりもしますよね。どうだったでしょうか、キッズステージのドレス。アレンジ次第で一人一人に合わせて本当に全然違う着物の着方ができますね。つくば店では一人一人に合わせてこんな風に着てみたい、かっこよく着てみたい、可愛らしく着てみたいっていうののコーディネートのアドバイスをしています。さっきの写真もなかなか普通の着物ではできない着方たくさんしてたと思います。もし近くに来た際には気軽にちょっと寄ってどんな衣装があるのかな、他にもたくさん衣装があるのでどんな衣装があるのかなって見に来てください。試着は無料なのでぜひ遊びに来た際には普段着れないこういう派手な柄のお着物試しに着てみてくださいね。思ったよりぴったり似合うかもしれないので楽しみにしててください。私たちも皆さんが遊びに来てくれるの楽しみにしています。